それではご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は久々に、香川県高松市にやってきました。高松というと、まあ、自分たちの、ね、うどんとか、あと、まあ、家系ラーメン高松屋さん多かったんですが、今回の旅では少し、ね、今まで入ったことがないところに入ってみようということで、この商店街歩いていると見つけました。この店、
はい、というわけでいただいてきました。ダントツ高松一番店さんの、これは波ですね、波盛り。そして今回は、生卵は無料トッピングなので生卵、そしてニンニクちょい増し、野菜油は増しでお願いしました。でこちらのお店はラーメン二郎さんのインスパイア店ということなんですが、味の種類としてはかなりさっぱりで、お店の方もおっしゃってましたが、こちらの原骨からの髄とか、骨の味というよりは肉の味、そして野菜からの旨味も出しているということで、確かにこうより出汁感が強いんですよね。だから本当にこうトロッとしたような甘みとかこってり感というよりはかなりさっぱりしてます。そして麺も自家製麺ということなんですけども、これもね、自分が普段食べ慣れているラーメン二郎さんやそのインスパイアのお店とはまた違いまして、やっぱり柔らかい中にも風味がある麺で、なんかこれのスープもの出汁の感じもそうですし、麺のもうこれそれこそ風味も違うし、かなりすっきりした味で、すっきりした後味で食べきれる一杯でした。なのであんまり恐れずに野菜増しまでいいと思いますし、生卵のちょっと風味も味もこの返し醤油だれと合うと思いますので、ぜひね試してみてください。はい、そしてこちらのお店は香川そして岡山に数店舗ずつあるという話だったんですが、ぜひね、これで番組で知った方はその県外からいらした方も一度食べられてみてはどうでしょうか。また普段とは違ったねラーメン二郎インスパイアの一杯が楽しめると思います。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあまた。